い、はい、今日はですね、はい、あの、なんとたけしが店閉めたじゃないですか、はい、そんな中ね、たけしすごいですよね、今日ね。今日ですね、ちょっと祭りがあってね、あの、上り川という場所なんですけど、はい、行くなし、ね、ちょっとね、お店閉めてね、はい、まあ、ずっと家でちょっと今、お店探してからゴロゴロしてたんですよ、はい、まあ、気づいたんですよ、はい、俺、金なくなってるんですよ、今回転できるかなっていうぐらいのギリギリの今、貯金通帳の残高があってて、はい、あ、やべえなと、はい、ってことね、祭りがあるんで、はい、そこで屋台で、ちょっとでも稼ごうかと、はい、出してるんですよ、一食屋たけし、屋台バージョン復活です、これ一日限りの、一日限りの、じゃ今からちょっと準備して、あの、回転してってことですね。あ、そうです、今から準備して、はい、それうまくいくんですかね、とりあえずね、今日はたけしに密着してみましょうか。そうですね、で、祭りの方も、はい、ね、いろんなイベントがあるらしいんで、はい、その様子もちょっとね、お届けしながら頑張っていこうかなと思ってますね、もう今日は。はい、足大丈夫ですか？ですか、足なんか最近なんか痛風になったとか、痛風の前兆が来てますけどもね、まあ、それにめげずに頑張っていこうかなって感じですけど、はい、行ってきます。はい、じゃあ行きましょうか。はい、早速なんですけどね、はい、あっちヒージャーオーラ星っていうのがやってるんですよ。ヒージャーってのはヤギっすよね。なんすかヒージャーオーラ星って。ヤギをオーラス、あの、戦わす、オールっていうのはもうこの戦う、喧嘩するって意味なんですよ。だからヤギの喧嘩っすよ。ヤギの喧嘩、ヤギの喧嘩とかなかなか見れんだろう。祭りでやるもんなんすか。ここから入社で、あ、ヤギの匂いしますね。サチワンか。はい、早速ヤギの喧嘩っすわ。祭りの開幕はヤギの喧嘩っていう。雨で失敗した。お前んとこにヤギ来るし。お、来た、来た、来た、すごい戦いですね。名前なんて言うんですか。ライオン丸って言うの。ライオン丸、これが勝ってんですよ。他の動物の名前つけられてるからな。確かにライオン丸。あ、まだまだから天敵の名前つけられてる。天敵の名前。あ、でっかい、こいつ、こいつめっちゃでかい。他のヤギの倍ぐらいある。これ暴れたら大丈夫なんですよ。こいつ暴れたらやばいだろ。こいつヘビー級でしょ、絶対。うーわ、すごいやん。神々しいっすね、ここまででかくなると。でかいな、これ。神話かなんかに出てきそう。完全に獅子神様だろ、これ。獅子神だ、これ。引き落とされるだろ。獅子神だ、こいつは。間違いなく。ちなみに、たけしさんのブースどこなんすか。あっちにありますね。はい、あっちに。見てください。一番端、ライブが生きないものでございますから。これ。配信、出演者側が多分貼ったと思うんですけど、見てください、パソコンで印刷されて配信、これが配信担当じゃないですか。まだ飾り付けゼロっすか。祭りで一番しょぼい。これでいきますよ、これ。屋台市場一番しょぼいな、これ。周りの屋台と比べてどうですか。あれ、光がゼロだろ、これ。旗とか何から立ってるのに、これパワポから出したハイサイタンってなんだっけ。これね、たけしのお母さんたちも来てね、はい、今ね、開店準備やってます。はい、何やるんですか、ちなみに。何やるんですか。今日ね、はい、あれですよ、今話題のカレーです。カレーカレーで賑わしてるんで、世の中どん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 カレー出していこうやみたいな。そうですよ、あの、皆さんね、あの、絶対カレーカレーでね、先生とかいじめないでくださいね。ああ、ダメっすよ、先生いじめたら。今日はね、あの、先生を幸せにするカレーをね、作っていこうかなと思ってんすよ。メインターゲット、先生。先生。あー、まあ、来ないでしょ。先生、あの、ターゲットにしたカレーをね、やっぱり。はい、
ヒージャーカレー。これヤギカレー。ヒージャーヤギカレー。はい、これノーマルカレー。ノーマルカレー。ノーマルカレー。ポークランチョンミート。お母さん顔写してもいいの？沖縄といえばポークランチョンミート。お母さん顔写していいの？はい、もういいよ、もうこの際。お母さん、この際よ。はい、盛り上がるよ。あんなにモザイクかけていたらもう吹っ切れたらしいですよ。今から鉢巻きもやります。お母さん、これちなみに、はい、値段変わるの？ヒージャーは高いから200円アップです。200円アップ。はい、ほんまかいの値段が分からん。もうただ同情、ただ同然よ。ただ同然。はい、ただ同然。ただ出さないから。売り切れごめん、売り切れごめん。ただ同然って200円アップって。無利益同然ってことでしょ。見てください。僕気になった点があるんですよ。はい、ちょっとついてきてください。ここ見て。やばいだろこれ。燃えてるんじゃないですかこれ。燃えてる。叩いてるさ。危ないわ。ガス屋だろこれ。犯人はガス屋。ガス屋だったからしゃあない。ガス屋叩くんだったらガス屋叩いてください。ガス屋。うん。あ、おはようございます。紹介してくれてますね。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いしますよ。他のところにもないようなものを知らないといけないなと思って。なるほど。またお店をまだですね。あ、そうなんですか。まず突然見てるんですね。こっちやろうかなみたいな。なるほど。落ち着いたらまたやりますね。あ、なるほど。はい、もうここで、ね、4人で見るのは偶然的な感じで。ああ、そうですね。あれ、警察来るまで頑張ります。警察来てもどかないですか、僕は。素晴らしい。活動家じゃないですか。あれ、今回マコロクさんは？マコロクさんはちょっと車が壊れて来れないっていう。あと肩が折れてるんですね。肩が折れてるんで、ちょっとね、今日厳しいなっていう。らしいね、なんか、あの方は本当に去年ぐらいからちょっと頬がすごく続いてるんで。多分40迎えられないのかなと思って。ただ今、打ち込み準備してるんですよ、マコロクさんの打ち込み。素晴らしいね。まあ、打ち込み中に気を持ってね、今後とも過ごしてもらいたいですね。そうですね、本当に。じゃあもう今日、祭り最後までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。あ、そうですね。インタビューのね、いきなり来ましたね、ちょっと。ギャラ発生するんじゃないこれ。どうしたのかな、これは。そして、今。はい。あ、これですか。これだし、はい、これ、もつ鍋、そばっす。もつ鍋そばですね。はい、じゃあ、一つ一つお願いします。はい、どうも。はい。もついいっすね、もつ。はい、僕もつ大好きなんで。僕ももつ好きっす。これ、もつ好きなんですけど、俺、痛風なんで、あの、一番プリンター入ってるんですよ、もつ。そうなんですか。だから、1、2個くらいしかいけないですね。じゃあ、1個く？うん、1、2個いくんだ。沖縄市で育ってる牛なんで。あ、沖縄市で育ててる牛なんで。あ、倉敷ダムの近くで。あ、倉敷ダムの近くですか。地元の牛、地産地消じゃないですか。陸の三郎さんですね、こっちで。あ、屋台の。あ、うまい。美味しい。これはうまいっすよ。僕もじゃあ、いただいていいですか。うまっ。うまい。いただきます。この頃からたまんねえな。お、うまっ。これうまいっすね。もつ超好きっすよ、俺マジ内臓系好きなんすよ、魚に関しても。あ、坊ちゃんも痛風になってほしいな、ちょっと。友達欲しい、痛風友達が欲しいから今。痛友が欲しい。痛友欲しい。傷の舐め合いしてるぞ、痛風になって。美味しい。うまい。酒欲しくなる。あ、欲しくなるね、これね。いや、あんた動画撮るんだから。これは、あ、いや、もうこれやってるよ。反抗期出してる。つけるって言われたらつけたくなくなるもん。つけるな、あれ、はい、つけないよ。あ、お母さんがやたら頭が痛くなる、これやったら。お母さんが鉢巻き負けって言ってね、今俺しか巻いてないっていう。ガス爆発よ。ダメだよそれ。ガス爆発って言ったら、お母さんが鉢巻きを絶対渡すもんな。意地でも巻いときたい。気泡、大雨やばい、大雨がやべえ。大丈夫かこれは。お客さんみんな避難してますね、避難。みんな避難してこっちも、はい、やばい、はい、やばい。この大雨じゃないですか。はい、このままだったら、あの、赤字だろこれ。まだカレーこんなに残ってるんですよ、ヒージャーカレー。
やばい、そして今この大雨。ワンちゃん、中止あれできたんじゃないですか。中止かもしれん。大丈夫かな。怖い。怖いっすね。はい、今、たけしはちょっと今いないですけどね。大丈夫かな、マジで。大丈夫かな。ノンアルで。ありがとうございます。ノンアルコール入りましたよ。はい、雨、雨の中、はい、雨の中お客さん来てくれました。はい、ありがとうございます。はい、クラッカーも鳴らしましょう。クラッカーないっすよ、お母さん。お母さん、クラッカーないっすよ。やばい、雨だ。子供たちが濡れちゃう。見てください、子供の笑顔。子供の笑顔守らないといけないですよ、この雨でも。懐かしい味がする。懐かしい味。ありがとう。もう自分で来てくれてありがとうね。ありがとう。風邪からに気をつけて。肺炎になるから、あいつはテントのとこ行きたい、肺炎になるから。ありがとう。ありがとう。嬉しいですね。嬉しいね。じゃあいいですね。よかったですね。この調子で、あのね、子供からお金を巻き上げてきたですね。この調子で。どうだ、タモさん。タモさんも楽しくてます。ありがとうございます、タモさん。裏の支配者とか。裏の支配者。売れてなかったら死んだよ。タモさん。売れてどこの祭りも中止ってよ。あ、本当ですか。ここだけ強行突破しましたから。閉まるだろ。タモさん、まあ、あの絶対こっち閉まってるっつって半信半疑ったら相手でびっくりしてるっていう。これ一番しっかりとヒージャーなっすよ。どうすかヒージャー。めっちゃヤギの匂いする。どうヤギ、ヤギ大丈夫ですか。ヤギ食べれます。ヤギ、よかったよかった。ヤギカレーだ。ありがとうございます。美味しいです。美味しい。あ、よかった。ヤギの味するって友達あり。美味しいって。ありがとうございます。あー、みんな来ればよかったんよ。ツイッターで募集したのによ。ヒージャーカレー食べれるの今日しかないんすよ。あ、昨日やったからで。私なんでもよかったかな、本当にね。俺しかいないと思ったんだろうな。他のメンバーいるのに。だね、もったいないですね。もったいない。たけしさんがいるところ誰かしらメンバー来るはずなのにね。俺しかいないから来ないとことか思って邪魔だろって感じで。いるんでしたーってね。はい、これ生演奏ですよ、これ生演奏。これが沖縄の演奏ですね。めっちゃちっちゃい声。めっちゃちっちゃい声。なんとですね、はい、あのスペシャルゲスト、お腹空いたから、晩ご飯食べに来ました。あれです。いっちゃんさんとバンバン来ましたね。ヤギカレーチーム遠征帰り。ヤギカレー夜中に来て、きっと今帰ってきた。めっちゃ美味しそう。どうすか、ハルさん、味うまいな。ヤギの味する、ちゃんと。なるほど。みんなヤギっすか。ヤギカレー新しいな。新しい。独特じゃない。美味しいっすね。でも好きっすね、これ。しかもこれいくらっすか。700円。700円。しかも超大盛り。ピザって高いんすよ。ピザの味噌汁で1000円も別なの。そうそれがカレー700円。そういう時って気分しかやってないだろ。ちゃんと食べたら分かりますよ、どのぐらい入ってた。なんかヤギマお願いしていいっすか。だから言ってたじゃないですか、自分はお金じゃなくてみんなの笑顔です。さっきから言ってるじゃないですか。さっきまで投げ銭で喜びの前踊ってたんですよ。食べ比べしてみましょう。美味しいぜ、これ。うまいよ。ちゃんと焼き入ってる。ちゃんと入ってる。今すぐ遠征行きたくなってきたんじゃないですか。もう元気。いや、もうびっくりしたい。そしたら今家帰りたい。北海道遠征行こうかって感じ。今から絶対安い。今ね、あ、ジョイス、ジョイス、アベンジャーズ、アベンジャーズの名前なんだっけ。出身だったらカレーを食べなさい、カレー。ハローケ来た瞬間にね、女性リスナーが来ましたね。ハローケ来た瞬間の女性リスナー。みんな来てくださいよ。これは、あれですね、大きな武器を手に入れましたね。大きな武器を手に入れましたよ。女性ファン来て、ただ写真撮って帰るやつはボコボコしますから。自分のチャンネルにあのめっちゃお金が入って今うかうかなって。いや違うさ、気持ちが嬉しいんですよ。お金とかじゃなくて気持ちが嬉しい。もう本当にですね。はい、ちょっとですね、これから336さんのたけしさんがマイクパフォーマンスの時間もらったみたいなんですよ。そう、あそこにいますね。はい、さーい、どうもー。はい、さい探偵団の336とたけしです。どうもー。よろしくお願いします。楽しんでますか。はい、楽しんでますか。皆さん、祭りは楽しんでますか。ありがとうございます。今の声がちっちゃいですね。もう一回いきますか。もう一回いきますか。祭りは楽しんでますか。
ちょっと声小さいじゃん、もう一回言いましょう、もう一回。はい、せめてあっちにいるハイサイ探偵団の人たちにもっと言ってほしいですね。そうですね。はい、僕らね、ハイサイ探偵団っていうね、YouTuber やってるんですけど、探偵団って名前ついてるの2人しかいないじゃないですか。もうこれどうしてかと、ね、疑問に思った方たくさんいると思うんですけど、見てください、あっちにいるんですよ。一緒に舞台に上がろうって言ったのに、誰も上がってくれないですよ、一緒に。恥ずかしいからですって。全員コミショなんですよ。どうなんすかこれね、ほんとに。で、自分なんかね、盆栽とかもやって、囲碁とかね、将棋とかも、ゲートボールとか結構よね、それら活躍してる YouTuber なんですけど。やってる、やってる、やってないから。ね、皆さんね、見てほしいんですけど、そういう YouTube をね。はい。わざとシニア層の票を、得得しようとしなくていいですからね、頑張ってね。そうですね。いやー、ほんとにね、この上り川というね、地域でね、こうやって祭りが開かれるという話を聞いてね、私もね、昔お店をやってたんでね、閉めたんですけど赤字でね。その屋台をね、こっちの方でやってるんですよ、片っぽの方で。はい、食屋たけしっていう名前でカレーを出してるんですよ。で、皆さんね、カレーで先生とかいじめないでほしいですね。カレーの罪はないので。で、一応全く売れてないんですよね、このカレーがね。ヒージャーカレーっていうのをね、ちょっとオリジナルで作ったんですけど、なかなか売れてなくてね。なんかしらけてない、大丈夫？大丈夫ですか。まあまあしらけ、こいつは誰みたいな感じでしょ。一応チャンネル登録80万人ぐらいいるんですよ、こっち。沖縄の人口が130万人ぐらいかな。そしたら半分ぐらいですね、沖縄県民の半分ぐらいチャンネル登録されるんですよ。いや、自慢してどうですか。天狗なんてダメですよ、ここで。天狗はダメですよ。もうカレーが余ってるんで、ぜひお願いします。自分なんかもう やってあちらあるんでね、本当に。はい、そう、難しいですね。人前で出てね、喋ることとかね、芸とかできないですからね。今からね、なんか下切り回すとか自爆行為しかできないですから。なんか大変ですけどね、本当にね。もうね、もう一人ずつね、工順を配布してよ、工順。工順を無料配布するときだったなと思うんですね、本当に。このテンションはね、申し訳ないから工事をあげようかな。関節と関節の間に潤いを渡したいですね。でもね、あいにくの雨も晴れてね、こうやっていい感じにね、祭りも進んでるんでね、こちらとしても安心しますよ、一安心ですね。これからもっとね、カレーもどんどん売っていこうっていう気持ちになりましたよ、本当に。いやー、もうこれはもう祭りとしてはもう大成功だと思います、本当に。周りのブースにもね、皆さんの美味しい、もう飲食屋さんいっぱいあるんでね、ぜひもう回って食べてほしいですね。なんかありますかね、もっと。オッケー、ごめんなさいね、もう。はい、ごめんなさい。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。楽しんでください。お疲れでした。いやーね、温度下がったけど、まあこんなもんでしょ。舞台なのにカバン持ってた。舞台史上初だと思う。自分のカバン持って上がる人。お前二人で出たんだからきついよ。お疲れで助かったわ。ありがとうございます。ブースでご飯買ってるよ。やばいだろ。ここでお金落とさんくせに。仲間じゃないんし。モーリーさんも来たんすけどね、なんか別のブースで焼きそば買ってるし。ひどいだろ、スピーチしてるけど矢印飛ばすと他のブースで飯食うわ。他のところでも食べてねえじゃん。モーリーに向けて行ってないから周りに行ったから、それは。モーリーは、ね、俺はね、ここで、はい、また他の撮影があるんで。あー、もう頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。今日はお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。また石垣の方に撮影があるんで。今の時間からないでしょ。ヘリで来た。はい、ありがとうございます。お疲れです。ありがとうございます。ホルモン焼きそば最高。カレーも美味しいですからね。カレー、皆さんカレーも美味しいですよ。モーリーさん、一応それめっちゃうまかった。確かにめっちゃ美味しかった。はい、ここでね、スペシャルゲスト、ジョイっすね。車壊れたよ。車壊れてね、もう怒りのカレー食いっすね。バーモント上下行きましたね。じゃあね、ちょっと楽しんでいきましょうか、また。はい、行きましょう。また行きます。はい、今ですね、はい、もう天気もね、暗くなってきて、はい、もうお客さんもいっぱい来てますね。ありがとうございます。はい、ありがとうね。動画の連れたいんだ。一緒に来てくれてるんですよ。はい、ありがとうございますよ。ありがとうございます。あさきのお姉さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、好きな人。はい、盛り上がってます。好きな人。はい、好きな人。はい、もう夜になってね、
ティーザーカレーもね、いっぱい出てますからね。はい、ジョイ何入れてるんですか今。ティーザーカレー入れてますね。ティーザーカレーもね、もう人気ですね。はい、ティーザーカレー出ました。続々とカレーもティーザーカレーもなくなっていってますね。はい、もう少しで、はい、お姉ちゃん乾杯。はい、はい、気をつけて。はい、ということですね、なんと、はい、飲食屋たけし、乾杯。やったー。はい、乾杯っすね。ありがとうございます。いやー、いいっすね、もうあっという間でしたね。乾杯ですね。最初はどうなるものかなと思ったんですけど、はい、やっぱね、夕方くらいからめっちゃお客さん来てね、はい、雨の中だったんですけど、なんとか完売することができました。完売ですね。もうジョイも本当に立ってくれてありがとう。はいはい、ちょっとこうちゃんはね、ちょっとまた別の撮影で今抜けちゃったんですけど、無事完売で終えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちなみにたけし、今回ですね、これ何食分くらい出たんですか。いや、これ合計で多分ですけど、まあ150食やば、出ました。はい、ということですね、1日限定 のお店を出したら、完売に終わることができ、黒字営業でした。そうですね、もう皆さんね、廃材担当やメンバーが集まってね、それでもう笹の草とかもね、ツイッターとかで告知してもらってね、また新たなリスナーが来てね、もうね、もうどんどんリスナーがもう止まらなくなってね、もういやありがたいですよ、本当に。ありがとうございます。もうたけしも本当にお疲れ様です。幸せ者です、私はもう。はい、はい、本当にね、協力してくれてね、登り川の方たちも、この沖縄市の人たちも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。役員の方たち、本当にありがとうございますね。もう今日からもういろんな店を点々としながら買えるとかね。いや、早く店舗見つけてくれ。味を締めちゃって。早く店舗見つけてくれよ。はい、ということで、ね、無事もう終わることができたんで、はい、よかったっす。ということで、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。こうちゃん今出てるんですよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。